これね、本当にたくさんの音楽家の先輩たちがやってます。はい、お金に苦しんどー。はい、今回は音楽家も最大30万円の経産省の一時支援金のお話です。一時の方ですよ、30万円の方ですね。2019年雑所得の人はこんな手もあるよというお話をしていきたいと思います。今日のお話こちらです。経産省の一時支援金がね、まあいよいよ今月いっぱい5月31日までということなんですけど、ね、まあ延長はね、出てますね。2週間延長が出てます。はい、ご存知なかった方は出てます。だけど、とはいえ、まあそろそろ終わるわけですが、2019年が雑所得の方、そして2020年以降事業所得に変更している方っていうのがちょっと申請の方向で引っかかってる。こんな方がいらっしゃると思うんですが、こんなやり方もありますよというわけで、先日に引き続きね、やり方、第2弾というお話をしていきたいと思います。で、この動画ね、パワーポイントのレジュメの PDF とかっていうのを、音楽の LINE アットの方でお渡ししてます。それから、そちらの方で質問とか相談もできるんですけれども、その話はまたちょっとね、後で、動画は後にお話ししたいと思います。さあ、本編入っていきましょう。こちらになります。ね、5月の22日の動画で、こんなお話をしました。どんなお話か。2019年分が雑所得。そして、2020年分から事業所得に変更しました。だから、2021年も事業所得なんですけど、この2021年対照月との比較計算が、2019が雑と事業で異なっているのでできませんという、ちょっと不思議な構造になっちゃってるんですね、この経産省の一時金が。まあ不思議な構造とはいえ、これが今このタイミングで、変わるとは、変更されるとは思いませんので、今治るって言いそうになっちゃった。すいません。変更されるとは思いませんので、なかなかここは難しいところだと。で、そこに対して、先日音楽ね、5月22日の動画ではこんなお話をしました。どんなお話をする、したかっていうと、新規開業特例、2020年に開業したと。だから2019年までは雑所得でした。だから2020年から、まあ、やってることはもし同じだとしても、税務申告上は2020年開業だったんですよというのが使える方がいらっしゃるという話をしました。これには、経産省のコールセンターに確認済み、俺がこの耳で、確認しております。ところがです、この2020年開業ということになると、ここがネックの人がいるはずです。何人かどこがネックかというと、開業届を実は出すんですけれども、その中で分かんない方は5月22日の動画をちょっとね見てみて、ごめんね見てみて。この開業届に2箇所縛りがありまして、条件がありまして、一つはこの収集税務署のハンコですね。これが2021年の、今年ですよ。2021年の2月の1日までに押されていること。そしてもう一つはここに開業日書いてあるんですけど、ここが2020年1月1日から2020年12月31日まで、つまり2020年の中であるということ。この2つが条件になってるんですね。これもちょっとまあ不思議な条件ではありますけれども、まあまあこう決まっちゃってるんで、これもおそらく変更はないと思います。このタイミングでね。はい。で、ここを満たさないので2020年の開業特例が使えないよという方とかいらっしゃると思うんです。もしくは2020年はもうコロナの影響でダウンしてたので、2019年の数字が使いたい、もしくは使わないと 50% 以下になってない、こういう方がいらっしゃるかと思います。こういう方はどうしようかというお話なんですね。今日ここがメインです。この人は、つまり条件をね満たせなかった人は、修正申告っていうのを、計算をちょっと検討してみてください。修正申告を検討してみてください。ちょっと今パワポが滑っちゃった。ごめんね。はい。で、2019年の確定申告書、これ何かっていうと、雑所得だった人、ね、今、2019年が雑で、2020年と21年が事業所得の人のお話です。2019年の確定申告書、雑所得ですね。これを、事業所得に修正して確定申告し直すということです。これを修正申告と呼びます。今回は雑所得だったんだけど、2019年の雑所得を事業所得だったんですというふうに修正して確定申告し直すことです。これによって何が起こるかというと、2019年が雑から事業に修正されますから、2020年も2021年もこの3つとも全てが事業所得で統一されて確定申告されたというふうになるわけです。なので、先ほどの問題も全て解決するはずですよということになります。ね。お、
それやってみようかな、大変そうだけどと思った方なんですけれども、実はですね、修正申告には条件がありまして、ここの条件が、まあ、大きく言うとね、細かいところはまあありますけども、一つ、初めに出した確定申告、まあ、雑所得の時の確定申告ですよ、その時のよりの税金の金額よりも100円でもいいから、まあ、税金の場合は100円以下、100円未満切り捨てなんですけども、100円でもいいから税金が増えること、これが大きな条件になります。だから逆に言うと100円でも増えないと修正申告は出せないということになります。これはもう法律上決まっちゃってるんで出せないということになります。で、これ言い換えるとですね、言い換えるとっていうか、これよく聞かれたんですけれども、この税金が増えるって、100円でもいいから税金が増えるってやつですね。これなんですけども、増えるっていうとちょっとイメージしづらいんですが、還付申告だった人いると思うんです。お金源泉、例えば源泉所得税を払いすぎてたんで返してくださいっていう人いたと思うんですけど、この人の場合だと還付金が減る、例えば1万円還付申告だったんだけれども、修正申告で計算し直してみたら9000円の還付になった、だから1万円から9000の還付になった場合、これは OK です。今のもし1万円から9000円に還付が減った場合だったら、この後減った差額分、つまり1万円引く9000のこの1000円、還付が減った分っていうのを、9000円しか返す、本来返さなくてよかったのに、うち税務署、1万円返しちゃいましたねって。だから返しすぎだから1000円後で結局、納めてくださいっていうことになるんです。だから税金増えてるってことになります。ここ分かりにくいんですけど、還付金が減る人も OK です。この条件が揃う人とかっていうのはね、ぜひこの、ね、修正申告を検討してみてほしいです。典型的な修正申告のケースっていうのはちょっと簡単にお話ししておきます。こういうケースの場合は、修正申告ができると。まあ、税額が増える場合ですよ。申告し忘れてた収入があったと。これ典型的なケースですね。例えばですけど、音楽業界だと、取っ払い。現金渡しですね、ポンって渡された金額は、これは、あ、確定申告しなくていいって思ってたんです、間違えてたっていうね、知らなかった、みたいな、音楽本見て気がついた、みたいな方もね、たくさんいらっしゃいました、過去に。そうすると、この収入があったんで、この収入は本当確定申告しなきゃいけなかったんだ、じゃあ申告します、修正申告します、税金も増えます。で、あ、その時に雑所得じゃなくて事業所得の方に修正もしとこう。こういう形ですね。次、間違って経費を多く計上していたってケースもよくあります。最近このね、まあ、この、まあ、1年ぐらいですけども、2ヶ月とか半年とか1年とか見ていただいて、この音楽のね、動画を見ていただいたり、それから音楽本を見ていただいて、あ、プライベートの経費って落としちゃいけなかったんだ。私嫌だ。交通費のとこにおばあちゃん家に遊びに行った新幹線代入れてた。クリさん、これ経費から外さなきゃ本来いけないんですか？その通りですね。なのでこういう方、間違って経費を多く計上していたので、やだ、おばあちゃん家に行った時の新幹線代外さなきゃいけないじゃん、どうしようって、修正申告すれば大丈夫ですよということですね。はい、こういった場合ですね。こういう収入があったので計上し忘れてたので収入足します、経費を多く計上してたから経費を引き回す、こういうことによってで税金が増えるって、これが典型的な修正申告のケースで、だから当てはまりそうな人はぜひですね、これちょっと見てみてくださいね。 で今つい先日出たじゃないですか、なんか今日送られちゃうな、ごめんなさいね、2週間くらいの延長が出てますよね今。なので修正申告をする時間がちょっと増えてるかなっていうふうに、俺の勝手な解釈、ちょっとごめんね、俺はそう思ったんで、これ、ちょっとやってみようかな、でも日数が少ない、あ、延長されてる、ね、5月31日まで延長申請すれば、ね、できますので、延長する時間があるかもというふうに思います。なので、これチャレンジしてみようかなって今思った方、あなたね、ぜひですね、修正申告の仕方の動画っていうのが実はね、1年、2ヶ月ぐらい前にたまたま作ってたのがあるんですよ。これを見てですね、ぜひやってみてください。この修正申告の仕方の動画っていうのは2本組であります。下にリンク貼っておきますので、1年前のね、確定申告音大生音楽家のための確定申告10分でわかるシリーズみたいなので、修正申告っていうのがね、番外編とか言って2個出てますので、こちらの方でね、ぜひ見てみてほしいなというふうに思います。でこちらを見ていただくと、
1年ぐらい前の持続化給付金の時ですね、去年の持続化給付金の時に、この時にもう本当にたくさんの音楽家さんがその動画を見てですよ、その動画を見て、ね、たまに LINE アットで質問してくれたりしましたけど、この動画で修正申告をものすごいたくさんしました。これ、ね、本当にたくさんの音楽家の先輩たちがやってます。はいね、うまくいってますこれで。でもうね、これやった時に本当に、ね、音楽家の底力、私たちもう全然数字わかんないんです、僕数字苦手ですみたいなね、そういうふうに思ってたでしょ、あなた方はね。今も思ってる人もいるかもしれません。だけどやってみたら、まあもっとびっくりですよ。音楽の底力に改めて俺が気づくことができた、すんごい大きな出来事でした。あれから俺は音楽家さんを見る目っていうのかな、これがもう本当、あ、俺勘違いしてるわ、この人たちは苦手なんじゃなくて苦手意識があるだけで、本当大きな声じゃ言えないですけど、他の方たちよりもよっぽど数字に向いてます。はい。ね。というわけで、次から次へとね、まあ、今回もそうです。次から次へと新たなハードルが現れますけど、まあ、もうね、これね、つきもんですね。はい。現れますけど、だけどですよ、あなたのお金にクレッシェンド力上がってますよね。明らかに上がってます。自覚している人も自覚してない人もいるかもしれません。自覚してない人、上がってるよ。ね。これを信じて、俺も信じてますから、ぜひ一緒にまたね、やっていければな、というふうに思います。はい。というわけで、まあ、今日のね、動画は、ここまでになるんですけども、ちょっと冒頭の方にしました。音楽のラインアットのご案内ですね。このラインアットのですね、この、まあ、レジュメ、これ、まあ、PDF じゃない、ごめんなさい。パワポで動いてるんですけど、これを PDF にデータ変換したもの、これを音楽のラインアットの方でお渡ししております。音楽のラインアットなんだかよくわかんないこと、人はこの下の方にですね、LINE アットへのリンクが貼ってあります。それから、まあ、アカウント名とかもね、書いてありますので、そこからなんとかたどり着いていただいて、で、クリさんがレジュメちょうだいって言ってくれれば、過去の動画がほぼほぼ全て入っております。Google ドライブのリンクをお渡ししております。そして、同じこの LINE アットで、栗原に質問とか相談が直接できます。で、まあ、今のところではありますけれども、全てこの目で見まして、そして全てこの手でチャットでね、文字でお返ししております。まあ一人でやってるんで今ですね、ちょっとね、ごめんなさい、4、5日待ちぐらい、ちょっと今混んでるんですけど、4、5日待ちぐらい、過去最大2週間とかなっちゃったこともあったんですけれども、それでもいいよと。何日ぐらい待つや、ほくりさんっていう心優しい、ひろきあなた。ね、ぜひ遠慮なく質問相談の方をお寄せください。はい、そんなわけでね、あとは、ごめん、もう2個お願いしていい。チャンネル登録、まだお済みでない方、もし気が向いたら、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃないと思ったら、この辺、クリックしていただくと嬉しいですし、ついでと言ってはなんですけど、クリックついでに、もう4ワンクリック、この下の方に高評価って、グッドボタン、あ、それです、それです。それを押しといていただけると、もう嬉しいだから、こことここね、ピンピンって押しといてもらうと嬉しいです。はい、というわけでまた他の動画でお会いしましょう。